テスラモデル3はアメリカのテスラが製造するコンパクトラクジュアリーセダンタイプの電気自動車である2016年3月31日に発表予約受注を開始したスタンダードレンジプラスでは WLTP 基準 409km ロングレンジでは同 560km の航続距離を持つ他 15.4インチの横置きタッチスクリーンを備えるシンプルなデザインのインテリアやパフォーマンスの停止状態から時速 100km まで3.4秒の加速力などを特徴とする。発表から1週間以内に2015年末以降に販売されたモデル S の3倍以上の台数である32万5000台のモデル3が予約された。これらの予約は140億 US ドルドルに達する。 2016年5月15日現在ですでにテスラは37万3000台の予約を集めた。日本での受注は2019年5月31日、納車は9月13日に開始した。正式発表前はブルースターのコードネームで知られ、2015年の生産開始を目標にしていた。 テスラはその価格を2万ドルから3万ドルにしたいとし、テスラの CEO であるイーロンマスクは2009年9月24日のインタビューで広く注目を集めるような3万ドル以下の車を5年以内に実現できると確信していると語った。2010年5月の時点でトヨタ自動車と提携してカリフォルニア州フリーモントにある停止中のヌミ工場で自動車を作ることになると公表した。 テスラのモデル S 生産ラインからの技術もブルースターの生産に取り入れられるとした。2016年3月31日、テスラは米国カリフォルニア州でモデル3を初公開、予約受注を開始した。動力性能は標準的なモデルが0時速 96km、加速6秒以内、高性能モデルも計画され、1回の充電での 後続距離は 346km 以上とした。店舗前にはファンが長蛇の列を作り、11万5000人余りが予約注文した。モデルんの生産は2017年7月に開始され、生産台数は2017年の第四半期に週に5000台以上、2018年には週に1万台以上に増産される予定としていた。しかしながら二千十七年の 第3四半期の決算において生産プロセスの問題により、第3四半期の生産台数はわずか260台、販売台数は220台にとどまっていると発表。これに伴って、生産予定を2018年第1、四半期後半までに週あたり5000台と修正した。2018年1月3日に生産計画を2018年の3月までに週2500台。 6月の終わりまでに5000台の生産をすると発表した。これは当初の計画より6ヶ月の遅れを意味している。同年5月頃からテスラはカリフォルニア州フリーモント工場の横にフットボール上に古文の大型テントによる工場を増設。イーロンマスクは全く新しい組み立てラインを3週間で設営したとのコメントを発表した。同年7月には 証券アナリストが納期遅れから顧客のキャンセル率が増加し24%に達していると指摘したが会社側はキャンセルを上回る予約を受けているとして反論している。2019年2月28日テスラは価格が3万5000ドルとなるスタンダードレンジモデルと3万7000ドルのスタンダードレンジプラスの受注を開始した。モデル3のボディサイズは 同じセダンのモデル S に対してコンパクトなサイズになっている。このうち全幅については日本の機械式駐車場への駐車を考慮して設定された。インテリアはイグニッションボタンやメーターパネルを廃止し、レバーやボタンなどの操作系機構も必要最小限に抑えられている。スマートフォンをキーとして使い、テスラアプリとやり取りすることでオーナーを個人認証して会場する。 スペアキーが必要な時のために NFC 方式のカードキーやオプションのキーフォブも存在する。ほとんどの操作はセンターコンソールの15.4インチの横置きタッチスクリーンパネルで行う。モデルさんはパナソニックと共同でギガファクトリー1で生産する2170と呼ばれる新型バッテリーセルを採用した。マスク CEO は 世界で最も優れたセルであると同時に最も安価なセルになると語った。標準装備前幹線道路交通安全局が実施した衝突安全テストでは同局で発行する最高の評価である総合安全レーティングの5つ星を獲得している。全面衝突、側面衝突及び横転の各カテゴリーで5つ星を取得し、サイドバリア、 ポール衝突などのサブカテゴリーでも全て満点だった。2019年7月3日、サッチャムは、ユーロンキャップに基づいて実施しているテストで、モデル3は5つ星満点の評価だったと発表した。衝突試験において、モデル3は、成人の保護性能について96%、子供については86%、歩行者などの交通弱者に対しては74%だった。 セーフティアシストのスコアは94%で同カテゴリーの試験における最高水準だった。2019年9月19日、米国道路安全保険協会はモデル3を安全性評価格付けで最高のトップセーフティーピックに認定、対衝撃性に関する各種試験で全般的にグッドの評価を受けた。モデル3を含むテスラの車両にはそうだ。 加減速を自動的に行うオートパイロットが搭載されている。2019年3月1日にフロリダ州で起きたモデル3の死亡事故に関して2019年5月16日アメリカ国間誘安全委員会は事故発生時当該車両でオートパイロットが作動中であり衝突8秒未満前から衝突まで車両はハンドル上に運転手の手を検知していなかったとする。 暫定調査結果を公表した。モデル3の生産は2017年7月に開始され、生産台数は2017年の第四半期に週に5000台以上、2018年には週に1万台以上に増産される予定としていた。しかしながら2017年の第三四半期の決算において生産プロセスの問題により、 第3四半期の生産台数はわずか260台、販売台数は220台にとどまっていると発表した。これに伴って生産予定を2018年第1、四半期後半までに週あたり5000台と修正した。2018年1月3日に生産計画を2018年の3月までに週2500台、6月の終わりまでに5000台の生産をすると発表した。 これは当初の計画より6ヶ月の遅れを意味している。同年5月頃からテスラはカリフォルニア州フリーモント工場の横にフットボール上に古文の大型テントによる工場を増設。イーロンマスクは全く新しい組み立てラインを3週間で設営したとのコメントを発表した。同年7月には証券アナリストが納期遅れから 顧客のキャンセル率が増加し24%に達していると指摘したが、会社側はキャンセルを上回る予約を受けているとして反論している。ありがとうございます。